ニラの万能だれをご紹介していただきます。それでは材料から教えていただけますか。はい、細かく切ったニラ、醤油、煮切ったみりん、酢、ごま油、ごまです。煮切ったみりんっていうのはどのように作るんでしょうか。はい、レンジで30秒ほど加熱していただくか、鍋に入れて一煮立ちさせて作ります。それでは作り方を教えていただけますか。はい、ボウルに細かく切ったニラを入れて調味料をすべて合わせます。混ぜて、出来上がりです。清潔な容器などに入れて冷蔵庫で保存します。3、4日保存可能です。こちらの万能だれですが、どんな料理に合いますか。冷ややっこやソテーしたお肉、冷しゃぶなどのソースに使います。ホスピタルクッキングでは他にもたくさんのレシピをご紹介しております。フォロー、いいね、嬉しいです。次回は大根についてご紹介します。